ご視聴ありがとうございます。今日5月26日の第2弾 NFT 争奪戦に参加された皆さん、お疲れ様でした。無事に NFT ゲットできた皆さん、おめでとうございます。買えましたよとコメントでお知らせくださった方もいらっしゃいましたね。残念ながら買えなかった方もね、まだまだこれ始まったばっかりですから、これだけね盛り上がってきていることは間違いないので、今後続々と投入されてくる NFT や新作スニーカーに期待していきましょう。この後後半では新作スニーカードロップのお知らせもあります。さて、そうこうしているうちに第3弾ももう3日後に迫ってるんですよね。さらに詳細な内容が出てきたのと、これ絶対事前に準備しといた方がいいなっていうことがありますので、昨日の動画と重複するところはご容赦いただいて、ぜひご覧くださいね。さあ、次の第3弾は NFT と本物のスニーカーとのセット販売ですね。そして今回はその予約注文となります。本物のスニーカーを購入した人は合わせて NFT も入手できるという形です。スニーカーの写真や名前の意味などは昨日の動画もご参考にしてください。概要欄や右上のカードからどうぞ。ドロップ発売の日時は日本時間の5月29日日曜日の朝8時です。初回と同じくまた朝8時に戻ってます。2回目が9時だったのでね、間違えないように気をつけてください。注文時にはアプリ内から購入画面に移って、決済に使うカード情報や配送先の住所、それから靴のサイズね、これらの入力を求められるようです。これを全部入力し終わってようやく購入ボタンを押せるとなると、次は早打ち競争になるかもしれませんね。ということで、スマホのメモ帳などにあらかじめコピペ用のカード番号や住所を書いて用意しておくといいかもしれません。サイズは手打ちの方が早いですかね。まだ一度もこのタイプの購入画面を見ていないので何とも言えないんですが、カード番号はいいとしてね、住所が日本語入力できるのかなってとこがちょっと心配ですよね。英語表記の住所も用意しておくとより安心かもしれません。英語の住所表記って順番が日本とまるっと逆になる感じなんですよね。建物名や部屋番号といった一番詳細な住所から順に記入していきます。あと電話番号ね、日本の国番号がプラス81で、これを先頭につけますので、こちらも要注意ですね。概要欄にも同じ記載例をつけておきましたので、よかったら参考にしてみてください。いや、もう勝てる気がしなくてね、不安感いっぱいなんですが、再度スニーカーの詳細に戻りましょう。スニーカーの数量は300足、価格は250ドルです。プラス別途送料と関税がかかります。昨日手数料とお伝えしたんですが、正確には関税でしたね。失礼しました。これはゲーム内のレギュラーアグレットやゴールドアグレットで払うのではなく、現実の通貨での支払いになります。また注文後の生産となるため、到着までは8から12週間ほどかかるようです。これまでの NFT やゲーム内スニーカーとは購入の流れが違うことに注意してください。さあ、限定300足の希少なスニーカーです。争奪戦に参加される皆さんはまた頑張りましょう。さて、次に今日アプリに表示された第3弾のお知らせと一緒に、このような表示をご覧になった方も多いと思います。これが来週のクリエイターズドロップですね。アグレットがクリエイターからデザインを募集していて、それがゲーム内のスニーカーに採用されたものになります。毎週毎週ね、個性的なスニーカーが新発売されていますよね。今週月曜日にドロップされたこの UFO のスニーカーも1000足が即完売していました。これ可愛いですよね。私も買いたかったけど買えなかったんですよね。このように人気の出たデザインは即完売してしまって、これ元値が19,400アグレットでしょ。それがこのようにマーケットプレイスで高値で売買されたりしています。来週のドロップは木曜日なので6月2日の朝9時ですね。毎週のように新作が出ていて、前の週にこうしてお知らせが来ますので、自分でコレクションしたい方や靴を仕入れて売買に挑戦してみたいという方は忘れずにチェックしておいてくださいね。最後に、でミンアグは結局今日の NFT 買えたんかと気にしてくれている優しい方にお伝えしておきますと、おかげさまで無事に買えました。よかった
運次第とはいえね、あれだけ事前の注意点とか自分で言っといてね、買えんかったら悲しいなと思ってたので本当に嬉しいです。買えましたかとご心配してくださった方、どうもありがとうございました。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。アグコ NFT 買えたで、やったー。これババーンと壁に飾れたらええのにな。額縁に入れときたいわこれ。